皆さんこんにちは。今日は大人の商業施設、東京ミッドタウン日比谷をご紹介いたします。ここ東京ミッドタウン日比谷は2018年開業、日比谷三井ビルディングと三新ビルディングの跡地に建設されました。曲線の多い外観はダンシングタワーがコンセプトで、かつてこの辺にあった鹿鳴館を意識しているそうです。鹿鳴館はこのミッドタウンの近くにある帝国ホテルあたりにあったと言われていますね。さらに低層部は隣の日生劇場と高さを合わせて一体感を持たせているらしいです。そして中がこんな感じ、広々としていますね。商業フロアは地下1階から7階まで、私たちが現在いるのが1階部分です。普段ですとこの1階の広いスペースではイベントなんかもやってるんですけれども、まあ現在はこの通りです。商業フロアの共用部は劇場空間都市をコンセプトに掲げていて、従来よりもこう高い年齢層がターゲットです。確かにこうお客様とか見ていると皆さんこう年齢層が普通の商業施設よりは上なイメージですね。落ち着いた色合いでシックな内装もこう大人な雰囲気で素敵ですね。一度下に降りて地下も見てみましょう。はい、ここの地下部分は私がミッドタウン日比谷で最もよく行く場所です。主に食品売り場というかお菓子屋さんやカフェなどが入っています。地下1階は2層というか2つのフロアに分かれていて、どちらも地下1階なんですけれども、上の部分はいわゆるフードコート的な日比谷フードホール、そして下の部分にカフェやケーキ屋さんなんかがあります。このジャンフランソは有名なパン屋さんですね。表参道にもあります。その向かいがフードホールなんですけれども、現在はこの通りです。残念ながら、まあ、コロナ禍で休業中でございます。普段でしたらここにね机が出ていて、こう広々としたスペースで会話を楽しみながら食事ができるんですけれども、まあ、楽しみに再会を待っています。貴重ですね、こんなお昼にシャッターが閉まってるというのは。それではここのフードホールを突っ切って下に降りてみます。地下1階下部分はかなりこうレトロな雰囲気というか、かなりアールデコ調というんですかね。昔の三新ビルディングもこんな感じでした。どうやら三新ビルディングの保存部材を一部に使っているそうですね。前の建物のものを有効活用するというのはすごくいいと思います。素敵ですよね。駅直通なので雨に濡れずに日比谷ミッドタウンに駅から入ることができます。さらに日比谷シャンテ、シャンテ日比谷でしたっけ、もうこの東京ミッドタウン日比谷とつながっているので、この地下1階から直通で行くことができます。皆さんおなじみのセブンイレブンやスターバックスもありますね。今日の目的はここでお菓子を買うことなんですよ。ですが残念ながら私のお目当てだった鈴懸さんが休業中でした。仕方ないですね。まあこのコロナ禍なので5月31日まで臨時休業だそうです。この鈴懸さん、九州のお菓子屋さんですが、東京にはここ日比谷ミッドタウンと、あとは新宿伊勢丹店の2店舗のみです。もし営業再開したら行ってみてください。それでは気を取り直して2階部分にも行ってみましょう。
箱が2階です。ミッドタウン日比谷はですね、こう、レストラン街といわゆるブティックが同じフロアにあるんですよね。ここ2階もファッションブティックと、あとはレストランが同じ階にありまして、北側が一応レストランエリアになっているようです。そして3階ですが、2階と大体の作りは似たような感じです。ただ2階がファッションで、3階はどちらかというとインテリアとか、あとは雑貨屋さんなんかが多いです。もちろんレストランもあります。2階、3階、すべてにこうまんべんなくレストランがあるというのは面白いですね。あと東宝シネマズに行く際はこの3階から入るみたいですね。まあ残念ながら現在はやってないんですけれども。
3階の目玉というかスポットの一つが日比谷セントラルマーケットです。これはですね、神奈川に多いのかな、チェーン店でもある本屋さん有林堂さんによる複合店舗施設だそうです。なのでこのエリアにももちろんカフェもあるし、あとは本屋さん、雑貨屋さんなんかがありまして、さらに面白いのがここまっすぐ行くと理容室があるんですね。すごいレトロですよね。三丁目の夕日っぽい感じ。こんな感じでなんかここのエリアだけまたちょっと異質というか違う感じがします。日比谷マルシェなんかも珍しい商品がいっぱい置いてて面白かったです。先ほども言ったように東方シネマズは現在コロナ禍で休館中なんですけれども、エスカレーターだけは通路として使えるようです。まあこの上にもカフェなんかがありますしね。営業してない映画館を通るってちょっと変な感じですよね。はい、真っ暗です。さらに今日ちょっと雨が降っていて天気も悪かったので余計にこう薄暗かったです。なんか映画のセットみたい、誰もいなくて。でもこんなねところを通るなんて貴重なのでちょっといい経験をさせてもらいました。私実は日比谷の東方シネマズに行ったことがなかったので初めて見るんですが、こんな感じなんですね。なんかもし再開したらここで映画見てみようかなと思いました。それでは最後の6階に向かいます。6階はですね、一番こう特筆すべきところはないんですけれど、あんまり行く方もいないのかな。一応カフェはあるんですが、メインはベース Q という会社なのかな、一応こう貸しスタジオとかホールとかキッチンがあるような施設になってまして、まあ、撮影とかするときに使うんですかね。ここ全く人がいない状態ですが、でも普通に私でも通れるようになっていました。ちょっと変な感じ、最初入っちゃいけない場所に入ったかなと思ってすごく焦りました。6階にはパークビューガーデンという、 こう日比谷公園を見下ろせる素敵なお庭もありますので、残念ながら今日は雨で出れませんが、こういったところをお散歩したらお子さんなんかも喜ぶと思います。今度晴れてる時に外出てみたいですね。カフェもあるのでカフェテラスに座ってお茶を飲みながら東京の景色を眺めるというのも素敵かもしれません。
本当はこの階の上にも一応レストランがあるんですけれども、このレストラン龍銀は完全予約制となっておりまして、私は残念ながら入れませんので、今日はこれで紹介は終了となります。最後に私が気になっていたお店でご飯を食べて帰ろうと思います。残念ながら鈴懸さんもお休みでしたしね。2階にあるこのグッドチーズグッドピッツァというお店に行きます。すごい気になってたんですよ。ここはですね、なんとチーズ工房が併設されているお店だそうです。美味しいチーズと美味しいピザが楽しめます。一人で食べきれるかどうかちょっと不安だったんですが、店員さんに相談したら、食べきれなかったらピザは一部の商品を除いて持ち帰りができるということだったので、遠慮なく頼みました。ブラータチーズやあとは半熟卵が乗ったものは持ち帰りできないそうです。こちらがセットのチーズとサラダです。サラダすごい美味しかったです、ドレッシングが。そして今回私が頼んだピザがこちら、ハーフ&ハーフにしました。なんだっけな、玉ねぎのピザと、あとこっちも腸詰めが乗ったピザ、どっちもすごい美味しかったです。さすがチーズを売りにしてるだけありましたね。このフレッシュチーズが美味しいんですよ。どのチーズもすっごく美味しかったんですが、特に私は個人的にリコッタチーズがお気に入りです。かなり美味しかったですね。また食べに行きたいなと思いました。そして肝心の量ですけれども、一人で食べきっちゃいました。持って帰る気満々だったんですけれども、ね、意外と気づいたらペロッとなくなってた感じです。意外と食べれるもんですね。サービスもですね、店員さん皆さん優しくて、もう一度行きたいなと思いました。今度は誰か連れて行こうかな。ちょっとね、この時期はまだ誰かと一緒に食事をするのは怖いですが、収まったら誰か連れて行きたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。今日はお腹も膨れたし、この辺でさよならしようと思います。ぜひ皆さんも機会がありましたら訪れてみてください。それではさようなら。You're beautiful.